こんにちは、こんばんは、ハンナミレイです。プライベートプライズです。首都高バトルゼロ実況パート7をプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回はですね、バトルに負けて終了したというわけではないんですけど、ご覧ください。愚かな素人、ガレージに戻ってみるとですね、このように名前が変わっておりました。ちょっと悔しいんでね、その悔しさも含めて、挽回に向けて頑張りたいと思います。前回ね、かなり意味深な、ちょっと誤解を招くようなねコメントをしてしまったなと思ったんですけど、こうです。コーナリングに差し掛かると、突っ張りが効かない、車体が安定しないなんてことを言ったんですけど、ご覧の通り、こちらの車何も詳細設定触っておりません。ノーマルの状態です。その FF 車であるこちらの、スプリンタートレーナーなんですけど、これを操って運転している分にはですね、スープラじゃないですかね。走行中スピード乗った車体っていうのはコーナリングに差し掛かるとですね、曲がりきれないのは当然なんですよね。何かしらね、ダンパーを落としたりとか、バネレートを、ソフトにしたりとか、そういった手を加えた状態で安定が取れないなんていう、違和感を感じるというのならまだわかるんですけど、何も手をつけていない状態で、そういったね、不具合を感じるというのはまずないと思うんで、これが正常な走り方だということで、本当にちょっとね、もう少しちょっと認知不足っていうんでしょうか、ちょっといい加減に発言をね、ちょっと差し控えながら、気をつけていきたいなと思います。チューニングパーツを買って、そのダンパー車高をですね、車高を落としたりすると、高速走行に対しては、安定が取れるんですけど、ちょっとねコーナリングなんかに差し掛かると、小刻みに車体が触れたりなんかして安定が取れないなんてことがあるらしいですね。そのドリフトなんかに関しては、そのバネレートですよね、バネレートが柔らかくなればなるほど、そのドリフトがかかりやすくなると言ったらいいんでしょうか。その辺もまだちょっと、勉強不足ではあるんですが、これはリトルギャング180、今回はバトル負けてますね。これどうなんでしょうかね。最近ちょっと発覚したんですけど、もう本当に些細なことなんですけど、いいですかねこれ。コントローラーを使って操作してるんですけどね、この実況中もこのコントローラーを使って、プレイしております。それでですね、十字キーを使って、ドライブしてたんですけど、ある時ですね、ちょっとアナログスティックを使って
まあ、操作してみたところ、まあ、より車体がこうステアリングのキレがあるというか、よりハンドルが切れるように感じたんですけどね、これどうなんでしょうか。本当にもうどうでもいいことなんで、もう本当に これどうなんでしょう、気分的なもんですかね、詳しくよく分かりません。まあその気分的なという点ではちょっとね、まあバトル最中であるとかフリーラン中の BGM も少しね、変えてみました。まあそんなにね、選べる曲目がないんですけど、まあ同じ曲がですね2点3点して前回もその前々回も同じような、ナンバーが流れたりすると少しねくどいかなと、思いまして、まあ、ちょっと調整しながらねその辺もやっていこうかなと思います。あとは前々回あたりかな、あのコメントいただきましてね、まあ、ちょっと実況中にライバルとライバルとのつなぎ部分が少し長いなとコメントしたんですけど、それに対して、まあ、一度外に出てもう一回入り直してみればすぐですよみたいなことを教えていただきました。ありがとうございます。あと前回もですね、まあその内回りをずっと制覇に向けて頑張っていたんですけど、途中離脱して外回りに転じたということで、これ無謀なんじゃないかということをねあのコメントしたんですけど、まあ案の定ですね、やめた方がいいというご指摘をいただきました。まあこんな風にですね、まあ非常に参考意見をいただきまして心強い限りです。本当にありがとうございます。まあこういうこれでいいのかなっていう感じでやっているよりは、まあそんな風にね、まあご指摘いただいた方が本当になんか救われているなという気がしますんで、さあ来ましたね、これはリトルさんの、さあこれ一番ここ一番っていうところでね、ちょっとギアが弱いんですよね。できればこのギアのトランスミッションのパーツを買ってから、バトルに挑みたかったところではあるんですが、さあヒット&ランではなくハッピー&ランですか、インテグラでしたね、真っ赤な、色が好きなんですか。さあ追っ手が来ない、これどうしようかな。さあボーナスいただきましたね、ちょっと帰りましょう、これは嫌な予感がしますね。ちょっとサーティンデビルに直結しそうなそういう匂いがしたんで、まあこんな風にですね、ちょっとチェリー素人揶揄されてしまいましたけど、
まあ、ちょっとワンクッション置いてですね、ここで欲しかったんですよ、これが。まあ、そのボーナスという点に関してですけど、思い出したんですけどね、前回、前々回あたりかな、ワンダラいますよね、ワンダラ、あのチームに属していない、メンバーの、何人かと、まあ、バトルしたんですけど、まあ、相手によってはキャッシュポイントを、かなり多くのキャッシュポイントを持っているということを言ったんで、まあ、それに関してなんですけど、そのバトルが終了して勝利した時に、ボーナスがかなり入ったということをですね、後になって分かったんですけどね、これは、かなりボーナスをいただきました。20万近くですね、入ってましたね。そういった点でまだその認知が甘かったなと、爪が甘かったなと、思っております。さあ、ちょっとギアレシオですよ、これを。まあ、若干、加速重視って言ったらいいんでしょうかね。サード、フォースあたりがちょっと、弱いかなと思いまして、まあ、これで改善されなければ、あとはちょっとマフラーを変えてみるかどうしようかという感じです。さあ、チームナイフフォーク、さあ、これはスターレットですか。早いですね。どうしてまたテーブルマナーに、テーブルマナーって熟語表現じゃないですかね。そんなことを言っていられる場合ではない。さあ、負けそうです。さあ、うまく収まるかな。さあ、今回もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。